MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。いつものポケットにやってきております。寒いんですけど、めちゃめちゃ日が照ってまして、快晴の青空なんですね。で、風もほぼないというような状況で、外でラジコンするには最高のコンディションということになっております。で、今日やることといいますと、こちらです。プラズマ、はい。前回ですね、ここへ来た時にタイヤを用意できなくて走行を断念したということがあったんですけども、その理由というのが、タイヤの成形ですね。これも仕上げた後なんですけれども、12の場合はこのスポンジタイヤを成形してから、はめて走らせるということになるんですけども、これもう結構走って小さく削れちゃったんですね。もう薄っぺらくで、これがこれから使う分なんですけど、径が全然違うんですよね。貼って削って使うということなんですが、前回このアダプター、これをですね、付け替えられずに、残念ながらということだったんですが、今日はちゃんと付け替えました。で、ここにこのちょっとだけ見えます、これ、タイヤトゥルーワーってね、イーグル製のものなんですけども、これを今日持ち込みまして、ちゃんとアダプターを交換しました。ですので、ちゃんとよいしょ、今もタイヤの成形を行っておりますので、バッチリと使うことができます。ということで、まずはリアタイヤが出来上がりましたので、今からフロントタイヤの方も作っていこうと思います。使うのはもちろん川田の P ラバーですね。もうバリバリのグリップというあれです。寒くても問題なし、がっつりグリップしてくれます。やっぱファントムとはだいぶ違うよな。やっちまったな。えらいことだってことだな。取れてたかな。飛び方も派手派手でしたね。だいぶ暗くなってきましたね。はい、もうお時間ということになります。結構ぶつけまくったんですけれども、なんとか潰さずに最後まで走り切ることができました。プラズマ、やっぱりタイヤがね、やっぱ新品ということで、かなりグリップが良かったですね。それが安定してたので、ある程度ラフなスロットルでも安定して走ってくれました。
ちょっとまたデフのあたりがこうゴリゴリ言い出したりしてますんで、次回はちゃんとメンテナンスをまたしてあげて、フレッシュな状態で走行させたいなというふうに思います。まあボディもねちょっと傷んではきたんですけれども、まだ持ってもらわないとまだ綺麗ですからね。はい、ということで今日はプラズマガンガン走らせました。